高校卒業してすぐ日本に来た。なんかもうイタリアになってなんかできるだけ早く日本に来たかった。ちょうどよかった。なんかコロナになる前だったから、ちょうどなんか確かにコロナのちょうど前だよね。ちょうど前だ。その前は1回も日本に来たことない。あったあった。3回ぐらい一人で旅行してた。それは高校生の高校生の時、高校の休みの時。何歳？初めてが18歳になった時、18歳だと一人で海外旅行行けるじゃん。私親からそのなんか免許の、あの免許取るお金もらって、免許興味ないなと思って、で勝手に日本のチケットを買って、その後親に私日本行くよみたいな、はぁって言われて。ちなみにヨーロッパでパスポートを持つのはみんな普通？みんな友達はみんな持ってない。なんか、私そのハーフだから子供の頃から持ってたんだけど、そう、でもまあ普通なんじゃない。それで親から秘密で、秘密じゃないけど行きたかった。なんかあの反対されるのが怖かったから、まず買って、もう金使ったから嫌って言われないでしょ、もったいない。ちょっと話をしたらなんか日本に行きたいんだけどみたいな、でも遠いんだよね、なんか危なくないみたいな、そうだけどもしなんかまあってなって、もう一応行ったんだけど、で親があのじゃあ大丈夫だよみたいな、ちょっといろんな話を説明したら1ヶ月だけは大丈夫みたいな。ちなみに親は なぜこう危ないと思ってた？やっぱり行ったことないから。だから、ヨーロッパの特にイタリア人の考え方が結構狭いというか、なんかずっとイタリアに住んでるから結構なんか自分の国を主にして、なんか自分の国ばっか分かる、ヨーロッパのことしか分かんないから海外がちょっと危ない。であと多分あの知識がそんなにないアジアに対して、だから日本とか韓国とか全部中国だと思われてるから、なんか大きいし遠いしなんか危ないじゃん。なるほど。そう、まあ、親として普通に不安になる。そうそうそう。でも全然日本がすごく安全だしでそれで上半身の時はじゃあどういう風にどういう感じだったの？初めての海外？そうそう、な初めてではなかった。一人で初めてだった。なるほど。そうで外でなんかサマーコースを見つけたオンラインで、なんか他 の, あのイタリア人とか他の国の人とコース行って、日本語、そうそう日本語学校 でその、あの朝は学校で、午後はそのチームの人たちとなんか観光とかしたり、だから分からなくても誰かがいるからちょっと安心ができたって感じ。楽しそう。楽しかった。めっちゃ楽しかった。あの時はすごいめっちゃ楽しそう。でなんかこうもう飛行機に乗って着いたらどういう感じ？なんか驚いたことか？今日もなんか旗取りやるんだけどすごい、あの初めて着いた時も信じられなくて、なんかもう日本だなと思って、すぐ出そのあの空港から出た時にめっちゃでっかい、なんかこいつヘロキティだったっけ、なんかめっちゃでっかいヘロキティだった。何これと思って、もうすごいなんか電車に乗って、そのなんかあのリオンに着くまで電車に乗って、すごいなんか日本和風の家とか見たりはぁって、でコミュニティ入ったらうなえた。お小見入れ入って泣いた。普通に泣いたよ。なんかドラえもんのドラ焼きを初めて見るのがもうすごい感動した。めちゃめちゃわかる。もうその時の雰囲気はめっちゃ伝わってくる。そう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 。ここに日本に来たらもう本当に別の世界みたいな感じで、なんか普通にはーって、そうそう、なんか伝わらないぐらいレベルのショックだったんだよね。まあ、いい感じのショックだけど、いい感じで、もう本当にわー人の歩き方まではなんか全然違うな。最初はもともとどうして来ようと思ったの？最初は一応ケンタッキー出身で、ケンタッキーにトヨタ工場があって、一人の社員が出張で家族も連れて、で私の中学校に一人の日本人がいた。でケンタッキー田舎だから外国人の出会いは初めてだったし、あの子がまだ英語も知らなかったからよく一人で座ってたので、私人が一人で座ってるのが好きじゃなくて話しに行った。でもちろん日本語も分かんないからこういう風になってた。何歳の時？13くらいかな。だからそこまで会話できなかったけど、と一緒に折り紙を、教えてもらって、私真似してたぐらいだけど。何作ったか覚えてる？ツルとかそのボックスみたいな、でも私下手すぎていつも直してくれてた。
でもその機会で教科書に書いてある世界は本当に広いなって感じた、うん、日本ってどういう場所だろうで、うん、ちょうど YouTube 時代が始めてて日本めっちゃ調べてたの、日本のブログをよく見てて、いいな楽しそうで、それでなんか留学初めて本当のことでした。本当に田舎に住んでたし、私の家族、アメリカ出たことないから、留学は映画に出るものだけだと思って、あ本当のことなんだと思って、本当にここの留学のプログラムを見つけて、じゃあやりたいと思ってお父さんに言って、1年行きたいで、お父さんダメだよ1年長いじゃんあなたまだ若いって言われて、でめっちゃなんかもうポスターを作って、なんで行かせた方がいい、どうやって自分で払うどうやって私安全、このプログラムについてみたいに発表を作って、あで上でお父さん愛してるぞみたいに書いて6週間行かせてって、奨学金もらったら行っていい。でその時もう15歳になって、一回もしごんで失敗した。でもう一回もしごんで16歳の時受け出て6週間日本に来た。それは学校の交換留学。夏休みに行けば別になんか成績はどうでもいい、うん、夏休みだから。で日本の学校は行ったけど、まあ、友達とかのために行って、うん、6週間行ったらそれが日本足りなかったから、17歳の時5週間来て、でそれも足りなかったから、じゃあ1年留学して、でそれが足りなかったなんかどうしても帰ったら、いやまだだな、まだもう一回行かなきゃで、南山行って、いやまだで引っ越しちゃった。南山一回勉強してアメリカに帰って、そうまたそうどれぐらいそんなにアメリカに帰ってた？岐阜大学行って帰って、半年ぐらい経ってもう一回南山行って、で帰って半年経って、なるほど、で卒業した。じゃあ大学の時は2回も交換留学した？そう。え、すごい。そう、珍しいけど頑張って学校と話して、私オンラインとか夏にこのコースとこのコースを受けるから行っても卒業するよねみたいに、その長い留学をした人、ね、2回した人は初めて私だった。だって私も聞いたことない、交換留学は2回したっていう人はしかも同じ国そう、同じ国日本は高校、高校1から日本ですね、だから15歳からすごい不思議。不思議だね、あんま珍しいと思う、うん、え家族はみんな日本にいる？いない、いない。なんかさっきちょっと話してて、お姉さんもそう、エストニアだから、もう一人で、うん、もう一人のエストニア人の留学生だから2人で、あ、2人なんだけど、まあ一人かなえ、すごい、なんか15歳の時にどうして来ようと。日本の一つの高校からエージェントが来て、エストニアまで来てて、試験受かったら3年間留学プログラムできるよみたいな。私その時日本語学校通ってたんだけど、その経由で知り合って、試験良かったのでおうおうおう来たんでって感じかな。一人で？一人。え、両親はどう？最初はちょっと心配だったけど、やりたいことならいいんじゃないみたいな女の子一人は18歳で日本に送るってめっちゃ心配するんじゃない？両親はやっぱり、お母さんはやりたいことをやりなって感じだったけど、お父さんはちょっと残りなって感じ。子供の頃からなんか海外に住みたいっていう夢があって、最初イギリスかなって思ってたんだけど、ヨーロッパだったらみんなヨーロッパ行っちゃうから、あーヨーロッパ内で、だからもっと珍しいことやりたいと思ってて、アジア気になってて、一番住みやすい、興味あるのは日本だったかな。どういうところが興味あった？なんか住んでみたい夢が、なんかその想像してたんだよ私があそこで住んでて、日本語はもうできるようになりたかったし、私の家族もめっちゃ日本好きで、あと、え、家族日本が好きってなんか日本に行きたいらしい。そう、来たことあって、私は来たことなかったんだけど、宮崎駿のなんかアニメとか見たり、なんかいいなって思ってただけかな、なんか、うんうんうん、特に特別な理由がなかったんですよ。うん、まあ、なんとなく行ってみたい、うん、面白いなって思ってた。そうそうそう、そんな感じ。初めて来た日とかってどんな気持ちでした？疲れてました飛行機本当に長いから、着いて、あのエストニア人のもう一人の留学生と、うん、で荷物が
届かなかったんですよ、1週間ぐらい。校長先生来て、なんか一緒に買い物行って、なんか服とかいろいろ買ってもらったんですけど、すごい優しい。なんかすごく優しいんですけど、なんか大変だったという記憶はなんかあります。でもみんな優しかったから。じゃあ初めてこう来て、まあ、荷物が届かなくて、うん、誰かが来ることが出迎えに来て、そうですね、学校の人。学校の人が来てて。住んでた場所は寮だったの。夏休み、なんか長い期間だと、ホストファミリーのところにも泊まったりしてたから、そこが一番良かった。ホストファミリー。そう。で、夏休みの時だけはホストファミリー。コロナもあって、ホストファミリーあんま受け入れしたくなかったんだけど、あのゴールデンウィークとか、うんうんうん、夏休みのなんか1週間、そのくらいの期間で。うんうん、今は大学の2年生。2年生。2年生か。日本語ちょっとしか喋れなかったよね。いや、全く喋れなくて。あの、なんか、聞き取れるくらいで、ひらがな、カタカナ、うん、だけ。じゃあ初めての学校に行く日は緊張してた？いや、何も分かんなかった。逆に記憶がない。